します。じゃあいつも通りに聞いていく感じなんですけど、はい、なんか必要に応じてこうちょっと指さしたりしながら、はいはい、説明を、はい、まあ、こうみたいな感じで、はいはい、じゃあまずは、ビフォアの状態からどんな状態だったかお願いします。はい、結構あの髪の毛が直毛でぺったんこになりやすいんですけど、髪質自体はそうですね、少し固めなので、まあ、そういった部分で、まあ、あとはレイヤーもあんまり入ってない状態で、顔際にだけ少しちょっとこう不揃いな、ちょっとシャギーというか、そういうのが入ってる感じですね。はい、これ色は 何色？色は、アメトリンって言って、ちょっと紫 とベージュが混ざってるようなカラーになります。何トンぐらいになりますか？10トンぐらいですか。はい。ありがとうございます。ではそこからまずカットどのようにされたんでしょうか？はい、そうですね、レイヤーをまあ入れたんですけど、ちょっとローレイヤーであまりこう高すぎずに、まあ、下の部分とかはオンベースで全部こう引き出してカットしてるんですけど、まあ、上の部分とかはちょっと独立したあのトップから独立したコッコレイヤーで僕が作ったやつをちょっと入れさせていただいて、で、まあ、一番のちょっとこう肝のポイントっていうのが、まあ、前髪をこうなんだろう、目とか眉毛のあたりとか眉毛のあたりとかにするとちょっと幼くなったり、顔の輪郭的にあまり似合わないかなっていうのがあったんで、ただちょっとバングあるとすごい色気も出て可愛さも出るし、まあ、ヘルシーになるかなって思ったんで、ちょっとこう目入らないぐらいのギリギリのちょっと長さぐらいで、まあ、あのカットして、で、まあ、目に当たるぐらいか、パーマかけたんで目に当たるぐらいでちょっとカットして、で、顔際の方にはラウンドでちょっとこう目頭から目頭まではまっすぐ切って、目頭から目尻まではラウンドさせて、で、これって結構専門的に話しちゃっていいですか？あ、大丈夫です。いいですか？あのフェイスラインの、半分、トップからフェイスラインの半分のところでこうスライス取ってもらって、でこの前髪とつなぐようにカットする、顔際に沿ってカットして、で次は耳の前からその残りの部分をまたあのつないでカットするんですけど、普通にこう顔際にシャギーとかそういうの入れちゃうと、なんかこう無理やり入れちゃったような感じになるんですけど、結構この前髪から、目頭から目尻はもうラウンドしてるんで、そこにこう自然につながっていくけど顔際に沿ってるんで長めに残るような、はい、なんで結局こう後ろに流したり何かした時にも、そのなんかこう変に残らないというか、最初の状態って結構こうなんか無駄にこういうのがあるって感じなんですけど、ちゃんと前髪に合わせて切ってあげるともう全部がこう馴染んでくれるので、例えばこの顔際のここの部分とかっていうのは、あの一番顔際の最後のこのここの部分だと思うんですけど、そこがこうデザインになったりとか、逆にこっちはそう外に動かせたりとか、そういったなんかこう形作りができるので、こういったちょっとこうカット一つで結構変えていくっていうところがこのカットのポイントかなって思います。ではその後の、ポイントでかけたパーマっていうのはどのように、はい、頭頂部と、その一個後ろに太めのちょっとロットを巻かせていただいて、で顔際にもちょっとこう巻いたんですけど、あの顔際はもうなんだろう、最近こうコテとかでグリッて巻いたりストレートアイロンで巻くと巻いたっていう感じがするんですけど、あのパーマでちょっと2個に分けて巻いてあげると、なんかちょうどなんかこう上手なブローされたぐらいのふんわり感がこう出るんで、なんかこういった感じってなんかこう目とかいろんなとこがこうはらりと見えて、なんかすごい可愛いっていう感じかなって思ったのと、あとは下の部分はあえてもうパーマ巻かずに、このそのままの状態を、まあ、カットの状態を生かして、でこの顔のサイドのところは1本だけちょっとだけリバースに動くように毛先を入れて巻いてるので、まあ、あのこのままこのよく最近なんていうんですかね、韓国風とかなんか中国風とかあると思うんですけど、なんかそういうのではなく、もっとなんかこう日本らしさを取り入れたその可愛い、やっぱその日本の可愛いっていうところにちょっと焦点を合わせたパーマというか、そういった感じでちょっと緩く巻かせてもらいました。なんかリッチがあんまり出すぎてないっていうところも、なんか顔際に沿って柔らかさを出せると思うんで、なんか小顔効果とか、あとなんかこう頑張ってない感じ、髪の毛自体は
結構動いたりしてるんですけど、なんかこう自然な中にこうリバースになってるっていうのがちょっとこうこなれ感を出せるのかなっていうので、なんかすごいおすすめかなって思いますね。はい、仕上げのスタイリングはどのようにされているんでしょうか。スタイリングは最初にちょっとこうクリーム状のワックスを、まあ、全体にこう中間毛先から揉み込んであげて、サイドも中間毛先から揉み込んであげて、で残ったやつをまあ前髪触って、でこの、耳のここの部分にちょっとだけこう持ち上げてあげるような感じでちょっとスタイリングをつけてあげると、ここがこうリバースに上がってあげるんですね。でなんかこうスプレーを最後ちょっとかけたんですけど、そのスプレーとかも結構皆さんバーってかけちゃうじゃないですか。あれって、まあ、油分とか結局エアゾルで重くなっちゃうと落ちちゃうので、なんかあんまりこうなんだろうな、持続性がないというか、なんでこれも一緒でちょっとこう引き上げてあげて、この間にスプレー入れてあげるとそこが止まってあげるんで、それにあとはちょっと何ですか、キープしたいとこだけ外側をやってあげるっていう感じで、結構なんかこれをそのまま固めようとするからみんな重くなっちゃって落ちるんで、なんかそういう風にスタイリングしてあげるとすごくいいかなって思いますね。ありがとうございます。はい、では、このスタイルに合うっておすすめするしたい女性として、例えば髪質でもいいですし、はい、顔型でもいいですし、どんなタイプっていうのがありますか。結構、オールジャンルいけるんですけど、例えばバング少しこう狭めにしてると思うんですけど、あの面長の方とかだとこれ結構もっとフルバングにして、で顔際に入るんで、すごいおしゃれななんかこうウルフカットになるんですよね。だからこれバックとかもちょっとウルフっぽかったと思うんですけど、なんかそういう結構どの顔型にもいける、ただコンプレックスがある方の方がいいかもしれないですね。例えば頬骨が気になるとか、まあ、逆にだったらこうなってたらいいし、逆に面長っていうところで言ったら、あの面長じゃないですけど彼女はあのフルバングで撮ってあげたらすごいおしゃれになるんで、結構この髪型自体、まあ、バングはちょっと変えた方がいいですけど、髪型自体はそういったちょっとこう気になることが多い方がすごい似合うって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。